ちゃんの具合はいかがですか？船室でぐっすり寝てるよ。リムルとバッカスがついていてくれてる。私たちと交代したの。容態も安定していますし、リムルはともかくバッカスさんが見ていてくれるなら安心です。そうですか、それは良かったです。サラさんには本当にお世話になります。あなたの助言がなかったらレイミは。先日あんなにひどいことを言ったのに。別に気にしなくてもいいですよ。それと私のことは空で構いません。ありがとうサラ。ねえねえサラ、サラみたいな鳥って他にもいっぱいいるの？と、鳥ではありません。フェザーフォルクです。え、フェザーフォルク、それがサラさんの種族なのですか？そうです。時々聖なる翼とも呼ばれます。里のみんなはお空をふわふわしてますけど、私ちっとも飛べなくて。ですからこれはただのお飾りなんですよ。聖なる翼が鳴いてますね。フェザーフォルクという種族はみんなこうなのでしょうか？どうだろう。私たちフェザーフォルクは代々の王様と仲良くしているんですよ。アストラル城に着いたら王様にお願いしますね。王様はお優しいからすぐに特効薬をくれますよ。王が薬を管理しているんですか？はい、昔特効薬は高値で取引されていたんです。それで貧しい人たちがみんな石になって、この大陸は滅亡の危機を迎えてしまったんです。それを教訓に今は王様が管理して誰にでも安く売ってくださるんです。へえ、偉い王様なんだね。はい、とっても偉い王様です。ほら、あれが王様のお城ですよ。よかった、これでレイミは。僕はまた取り返しのつかないことになるかと。エッジ君たちはバージ神殿に行くんですよね？その予定でしたが。それでしたらトロップに立ち寄ってはどうですか？トロップ、この大陸の西にある港町です。私もともとはトロップに行ってとある人に会うつもりだったんです。ここしばらくお会いしていませんでしたし、ご相談したいこともありまして。それはどんな方なんですか？イレーネ・ファーレスさんです。イレーネ・ファーレスだってみゃ。それって偉大なる賢者聖女イレーネ様のこと？偉大なる賢者？ずっとずっと小さい頃絵本で読んだことがあるの。イレーネと食いしん坊のシャム猫。何ですかそれは。食いしん坊のシャム猫を連れた聖女イレーネ様が大いなる力で悩める人々を救うお話なの。イレーネ様は美しくて優しくて聡明で清らかで、世のため
人のために一生を捧げたんだよ。どう思う？正直なんとも。あくまでも絵本の話で実在の人物かどうかは。違うもん。イレーネ様は本当にいたの。多くのしもべを導いて世界を救ったの。ますます眉唾と言いましょうか。何にしてもそのイレーネさんとやらはまだ生きているみたいだよ。イレーネさんは先見の明がある占い師さんです。道に迷ったたくさんの人たちが進むべき道しるべを示してもらったんですよ。道に迷う。エッチ君も会ってみてはどうですか？少しは気休めになるかもしれませんよ。完璧だみゃ。聖女イレーネ様は未来を見通すって絵本に書いてあったみゃ。まあそれはともかくとして、せっかくのご好意ですし心に留めておきましょう。全てはレイミさんが感知してからということで。ああそうだね。道しるべか。特効薬を手に入れたらすぐに戻るから。うん、ありがとう。でも無理しなくてもいいからね。お前はどうしてこんな時まで。本当に平気なんだよ。だって私これくらいじゃ死ねないもの。死ねないって変なこと言うなよ。ごめんね。レイミ。おかしいですね。何がだね、ミスサラ。赤化病の進行具合が少し気になるのですよ。潜伏期間がほとんどないまま発症したのに、その後の進行は異常に遅いのです。確かに通常の赤化病は潜伏期間が長く、発症したら進行が早いはずだけど、まあどっちにしても治せばいいことですし。だったら言わないでほしいものですね。まあまあまあ。それでは王様のお城に行きましょう。ああ、おお。
ようこそおいでになられた聖なる翼。里の皆様は息災かな。はい、みんなパタパタしています。サラ殿は相変わらずですな。何やら予想以上に友好的ですね。それだけフェザーフォルクという種族、いやサラ自身が特別なのかもしれない。時にこたびの来訪の目的はこの者たちに赤化病の特効薬をということでしたな。はい、私のお友達さんです。おお、サラ殿の。エッジ・マーベリックと申します。陛下、赤化病に倒れた仲間のため陛下のお力をお借りしたく参上しました。かしこまる必要はない。特効薬は全てのために平等に与えられるものだ。薬の生成に取り掛からせるのだ。かしこまりました。生成には少々時間がかかる。すまないが今しばらく待っていてほしい。ありがとうございます陛下。ところで王様、少しお聞きしたいことがあるのですが。何かな、サラ殿。最近変わったこととかありませんか？変わったこととは？そうですね、いにしえの魔王さんが目を覚ましてひっそりと悪いことをしているとか。何を言い出すかと思ったら、この人の行動は本当に読めませんね。でもひっそりと悪いことする魔王がいたらちょっと見てみたいな。うんうん。それで魔王って何なのよ。知らないくせに調子を合わせるんじゃありません。べー。サラ殿のお仲間が倒れたように、このところ赤化病に流行の兆しが見える。このアストラルでもすでに幾人か発症しており、特効薬の消費量が例年よりも増えそうなのだ。それは困りますね。その上海が荒れて船も運休続き、特効薬生成のための原料もいささか不足気味でな。加えて言えば近頃怪しげな集団が国内に出没しているとのことだ。エッジ君たちのことでしょうか。そういう目で僕たちを見ていたんですか。それが先ほどのサラ殿の冗談と少しばかりつながりがあるのだ。はい。アスモデウス、そう、かの古の魔王を崇拝する者たちがいる。その者らはシュドネイ教を名乗っているがな、魔王を崇め魔王の復活こそが世界を救うと民を煽っているらしい。灰色のローブをまとった者たちなのだが、見たことはないかね。しかもこれが魔王を崇拝するだけで、あからさまに法に触れることをするわけでもない。魔王復活。サラ、なんだかお顔が悪いのよ。それを言うなら顔立ちだって。顔色です。話が過ぎたようだな。特効薬の生成が終わるまで皆別室で休むといい。誰かサラ殿たちを客前お通ししろ。歴史的な象徴を克明に表現している。うん。誰だ、あの身のこなしは素人じゃないぞ。僕には関係ないことだ。エッジさん、いいですか。え、ああ。サラさんが王様に会いに行きませんかと。そろそろ特効薬が完成する頃だそうです。わかった。
良いか、ライアス。何としてでも黒鷲めを捕らえるのだ。良い。これはサラ殿、お見苦しいところ。どうしたんですか？何やら騒がしいようですけれど。実は城に忍び込んだ賊に特効薬を奪われてしまったのだ。なんだって！？何と詫びるべきか言葉もない。お薬がないとレイタンが大変なのよ。あのまま石になっちゃうの？その賊というのは？黒鷲という通り名を持つ、以前よりアストラルを騒がせている凶悪な賊だ。黒鷲？相当の手だれでな。ただ一人で警備の兵を倒し、特効薬とその原料を根こそぎ。なんてこと。少量ではあるが、あれだけで何百人分にもなる。このままでは多くの赤化病患者が。陛下、一つお伺いしても？ん？なんであろう。その賊の特徴を教えていただけますか？盗賊とは思えぬ屈強な大男と聞く。あとは、そう、入れ墨だ。奴の背には大きなワシの入れ墨がある。それゆえに、黒ワシという通り名を持つ。黒いワシの入れ墨。またか。僕はまた、クソ！陛下、その賊は僕が捕らえます。何？そいつだけは絶対僕が捕らえなければいけない。いけないんです！それでは私も行ってきます。サラ殿、彼らは一体？優しい優しいお友達ですよ。